演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちらちらテーブルマークのごっつうまい豚ごだんを食べたいと思います。ごっつうまいお好み焼きはあるんですけど、それにこんなお腹長いたんですね。これは安いだ。豚ごだんって余計より効果になってたりはしないのかな。はい、中身はこんな感じですね。おー、見た目はそんなに普通のやつと変わらないですね。でもしっかりこのままでは食べられませんので温めてきます。しばしお待ちを。チャンネル登録よろしくお願いします。出来上がりました。あー、ほわほわ美味しそうですね。ではちょっと、あや、なんか具材がなかなか取れないな、これ。おー、お蕎麦入りなんですね。モダン焼きっていうことかな、そういう風になってるのかな。では、はい、断面はこんな感じです。ちょっと取り方悪くてボロボロで申し訳ないですけど、ではいただきます。プラスになるとは限らないということなのでしょうか。難しいですね。蕎麦が入っていて食感の変化があったのはいいのですが、その蕎麦が逆になんか分けにくさとか取りづらさを出してしまってる感がありますね。自分はもうちょっとあっさり取れる通常版の方が良かったかなと思いました。せっかく蕎麦を入れたのにそれが裏目に出てしまっているような感じがしましたので、こちらの点数とさせていただきます。入れたらいいってもんでもないんだな、難しいですね。ではリンカン学校すっとこどっこいややらかすの、一体何をやらかしたんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。